こんにちは、翔太です。今回はですね、まあちょっと MR の風磨小太郎が来る直前にはなるんですけど、まあこのタイミングで MR のかぐや姫を撮ってしまおうかなと思います。っていうのはまあ基本的には私風磨小太郎を撮る気ないんで、まあ MR のかぐや姫ですね、こちらを優先して撮っていこうかなと思っています。先日ですね、花の水引きも結構手に入れられてですね、まあ77個あるっていうところと、幸運券も一応4枚ありますんで、まあこの幸運券と割引券を使いながらですね、まあなんとか、かぐや姫をですね、まあ3万元符は切りたくないですね、まあ80連プラス40連、まあ120連ぐらいで取れたらいいなと思ってます。無理ですね、多分。それ全部幸運券使った時の話なんで、まあとりあえずやっていきます。まあ、まずは幸運券の40連分やりますね。お、でも結構いい感じですね。はい、40連で48絆手に入れることができました。でですね、こちらの、MR アバターのガチャに関してはですね、段階報酬っていうのがあって、まあ、ガチャ15回引くと、花の水引き2個で、ガチャ50回引くと花の水引き3個で、ガチャ100回引くと花の水引き5個で、ガチャ200回。まあ、ここまで引く方はいない、あんまりいないかなと思うんですけど、花の水引き10個。で、これより下はないですね。だって300連引いたら、絆150手に入るんで、この下は何のためにあるのかちょっとわかんないんですけど、あれですね。失礼しました。UR1000 のアバター、UR1000 から取ると必要ですね。まあ、MR のアバターだけ取るのであれば、まあ、100連ぐらいが最大、になってくるのかなと思います。ここのガチャの報酬としては。で、まあ SSR から、まあ MR アバター前取るってなると、この400例の花の水引き40個とかも、まあ獲得できるんじゃないかなと思います。次50連目なんで、また花の水引き確保できますね。で、幸運券2枚出てましたね、いつの間にか。これはかなりありがたい。お、また幸運券出てないですね。失礼しました。割引券でしたね。はい、それではもう、あと30連ですね。とりあえず引いていきます。10連。で、まあ、ここで、まあ、幸運券なくなってしまったんですけど、まあ、まだ割引券は必要ないので、まあ、割引券はなしでやっていきます。お、10出た。あ、幸運券出たんですね、さっき。ちょっと見てなかったです。はい、で、ここからは元宝が必要になってくるんで、まあ、割引券で引いていこうかなと思うんですけど、まあでも、腹の水引きだけで83まで取れたんで、もう、あと3分の1ですね。まあ、なんで、書斎終わった後にやってるんかって言われると、それは単純にミスったなって思ってるんですけど、まあ、原本を使って引いていきます。で、次90連目だと思いますね。90連目。お、かなりいいですね。絆9も出た。で、100連目。まあ、これが普通ですね。で、100連下でまた腹の水引きが、5個手に入ったんで、これは7回引きましょうか。7回花の水引きを使って引くことで、絆5手に入れることができるんで、それはやりましょう。はい、幸運券出ればよかったんですけど、出なかったですね。はい、あと、まだ10連しかしてないですよね、元宝としては。まだ元宝としては10連しかしてないのに、絆100にもあるんで、かなり嬉しいです。はい、117連目。お、また結構出ましたね。これもう次で出ますね。次で出ますけど、10連引きますか。10連で引きます。今見ているこの美しい景色をずっと残したいです。この思いは分かっていただけますでしょうか。はい、加工できました。まあ今思うとですね、UR1000 までのキャラクターはなんか 特別なカットインが入ってキャラ登用できると思うんですけど、 MR キャラクターはいつも流れる、ステータスを見るときに流れる映像がですね、流れるだけって今更気づきましたね。今回のガチャとしては130連と7連なんで137連ですね。まあ、大体傷、まあ、ちょっとざっくりですけど、絆1加工するのに1連回した感じになりますね。まあ今回かなり運が良かったかなと思います。まあこのかぐや姫に関しましてはですね、まあ戦役や闘技場でですね、まあ、使えるキャラクターとなっているのかなと思いますんで、まあ、特に奮起の部分ですね、奮起整合っていうのがまあ非常に強力なバフとなっておりますので、まだ持ってない方はですね、
まあ、まずは個人的には劉備をおすすめするんですけれども、まあ、もしよければ、まあ、こちらのキャラクターも狙っていただくと、まあ、かなりですね、あいろいろ戦役とかボス戦とかにも活躍できるんで、まあ、いいかなと思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。